こんんにちはキンちはゃ bbh と申します今回はですね、えー、10日ぶりとなるんですけどもダブルスコープですね、えー、分析やっていきたいと思います当チャンネルの株価分析のスタイルについて説明をしていきますまあ世の中のですねメジャーな分析方法として2つのね、えー、分析方法があります1つ目が企業業績を主体としたファンダメンタルズ分析2つ目がですね、えー、チャートの形状を主体としたテクニカル分析であります 当チャンネルにつきましては、この右側のですね、えー、テクニカル分析に、とにかく全振りをしてですね、えー、分析をしていきますので、その旨、ね、ご理解の上、ね、でご視聴していただければと思います。当チャンネルにつきましては、株をどこで買い、どこで売るか明確にわかるお手本にですね、えー、動画を作成しております。この動画を見て、面白いとかですね、役に立つと思われた方につきましては、チャンネル登録もしくはですね、コメント欄にですね、コメントいただければと思います。またね、えー、高評価をいただけると嬉しいです。 本動画をご視聴されるでの中軸になります。ご確認ください。本日分析する銘柄なんですけども、一応ですね、あのーまあ、SNS、ね、ツイッターで話題となっておりました、ダブルスコープをです、ね、分析しているわけなんですけども、コメント欄にです、ねえー、コメントいただければ分析していきますので、よかったらね、コメント欄の方にですね、えー、分析してほしい銘柄で入れていただけると嬉しいです。 はい。ということでね、えー、今回分析するメーカーにつきましては、まあ、ダブルスコープなんですけども、このメーカーにつきましてはね、えーまあ、カブラインドットムさんで、ね、見たところ、まあ、ツイッターでね、非常に話題となっていたということで、今回ね、えー、分析するという状況であります。本動画の構成であります。当初、前回の振り返りと言い続けで、楽天グループのですね、えー、分析を振り返った後、ダブルスコープの分析、リバモアの名言というね、流れでやっていきます。まずはですね、えー、前回の分析の振り返りということで、 楽天グループのですね、えー、分析を振り返っていきます。はい、ということでね、えー、前回につきましては、5月13日にですね、楽天グループのですね、自己足チャートと手足チャートに、ね、振り返っていったわけなんですけども、まだね、えー、分析から10日ぐらいしか経ってないということで、自己足チャートに、ね、絞ってね、振り返っていきます。まあ、当時の、ねえー、状況につきましては、あの、チャネルラインを、ね、割ってきたんですよね、割ってきたというところで、えー、もしねあの、この、うーんとまあ、 この赤色派生のですね、えーまあ、トレンドラインですね。これを超えられなければ、まあ、あの安値ラインまで落ちてくるというね、イメージを持ってました。反対に超えてくるとですね、えーまあ、レジスタンスラインですよね。赤色実践トレ,、まあ、トレンドラインか。赤色実践トレンドラインまで戻してきて、もし超えることができれば、この高値付近まで、高値というか、ね、揉み合っている付近までは、あもうしてくるんじゃないかなというね、えー、予想をおっしゃいました。でこの予想の結果がですね、えー、どうだったかと言いますと、まあ、ほぼほぼですね、えー、見ていただければ分かりますようにですね、予想通りの値動きですよね。 えー、この安値付近まで1回落ちた後、戻りがあって、まあ、あのこの、ねえー、3つのラインのところまで戻ってきてです、ね、まあ、ちょうど赤色、ハ線のトレンドラインに反応して、落ちてきたと、でまあ、落ちる目標値は、どんぶりサイズの、ねえー、785円付近ですかね、まあ、で落ちてきて、まあ、1回も、ね、み合ったということですね、これ一応、ね、分析の予想としてはです、ね、1週間の時間軸だったんで、まあ、ちょうど、ねえー、ぴったりだったのかなという状況でありりります前回のの分析の振り返にりについては以上になります。 はい。それではね、えー、ダブルスコープの分析に入っていきます。まずはね、えー、長期戦略分析していくわけなんですけども、えーっと、まずね、突き足しちゃうとね、えー、分析していくわけなんですが、まあ、あの、見ていくとですね、この揉み合いを、まあ、抜けようとしているのかなという状況ですよね。しかも、出来高がですね、できているのかなというところで、まあ、結構この動き注目してく必要があるのかなという状況ですよね。まあ、徐々に出来高がでてきて、今、 ちょうど1000のラインをです、ね、抜けてきたという状況ですよね。であと、まあ、あの1週間ぐらい、ね、えーまあ、5月の、ねえー、月足、決定する時間があるんですけども、まあ、このままです、ねえー、月足の終値で,で1000のラインを超えてくると、まあ、抜け方にもよるんですけども、まああのー、一応です、ね、見積もり的には1738円ぐらいまで来る可能性があるのかなという状況ですよね。まあ、間に、えー、1500円のレ、ねえー、ジスタンスラインがあるので、まあ、目標値としては1500円から、まあ、1738円付近。 が、まあ、テクニカル的なですね、えー、ターゲットプラスになってくるのかなというイメージを持っております。まあ、もしね、えー、この1三3 8円のラインに届いて、もみ合ってきた場合ですね、もみ合って抜けてきたらまたね、えー、1500円の値上げになるということで、もしかしたらね、えー、この1三3 8円のラインが、まあ、サポートに変わってくるようなことになってくると、まあ、3200円付近まで狙ってくる、ね、狙える可能性が出てくるかなと分析をしております。続いて、えー、中期戦略になります。 はい、中期戦略ということで、まあ、シュワシチャートを、ね、分析するわけなんですが、あシュワチャートをです、ね、引きで見ていきますと、まあ、あのチャンネルラインが、ね、引ける状況かなという、ねえー、形になっていますで。ちょっと気になるのが、改ざんがちょっと多いかなというところですよね、改ざんが多いので、えー、短期では、ね、売,られる売られやすいか、あるいは上値が多くなってくる可能性があるなというイメージであります。 であと、ですねチャネルラインの上段に来ているということで、チャネルラインをブレイクしてくるのか、ブレイクしてこないのかというね局面にあるのかなというところですよね。であと、もう一つ気になるのが、まあ、ここでまたトレンドラインがね引けるんですよね、多分このトレンドラインが一番強いんじゃないかなと見てるんですけども、まあ、この青のハセのね、A、ライン、まあ、あのハセのラインとこの薄いねハセのライン、これ割ってくると、多分ね、正のラインまで来るかなというイメージを持っています。 ま、仕掛けるんだったら、あチャンスと思って仕掛けになったらこうかなと思ってるんですけども、まあ、さらにね、このトレンドライン、青色実践トレンドラインが終わってくると、まあ、このねえ、薄いね、実践トレンドライン、青いね、実践トレンドラインまで落ちる可能性があるというイメージを持っています。なので、えー、これを踏まえてですね、えー、値動きをそうしていきますと、まあ、イメージ的にはね、えー、こういう動きをしてくる可能性が高いのかなというイメージを持っていますで。赤色のね、破線のラインが、まあ、い目線ですよね。なので、買い目線の最低条件としては、これ、青色実践トレンドラインですね、濃い。 このトレンドラインをキープできれば買い目線かなというイメージですね。ちょっとね、これ、上に動くイメージ書いてないんですけども、まあ、このね、えー、ここでもみ合って上抜,け上抜けするとしたら、まあ、1500円ですよね。ちょっとこれ足りないんで、ちょっと後で直しておくんですけども、このね、あの赤色破線の実践、ああのラインが、矢印ラインが、ここにも来るのかなということです。これちょっと直しておきますね。 でえーっとまあ、もし、ねあの、このセーヌラインを、ねえー、キープして、超えてきた場合ですね、これ、まああの,の割にベースです、す割にベースで割,に割らなかったら、まあ、このままね、セーヌラインに反応して、戻してね、上げてきて、まあ高値ね、1200円の高値のラインを超えてくると、おそらくね、1500円までくるのかなと、ちょっとね、浅い調整はさんで、1750円から、まあ、1140円ぐらいまでくるのかなというイメージと、まあ、深めに調整をしてです、ね、1百四0円ぐらいまでくるイメージを、ね、持っております。 まあ3ヶ月からね6ヶ月という、ねえー、予想ということで、トレンドライン割ってからの、ね、展開を書いてないわけなんですけども、トレンドライン割ってくると、もちろん、ね、えー、この波動分の、ね、エネルギーも落ちる可能性があるので、そこら辺は、ねえー、気をつけていただければなと思います。ざっくり見積もって、えー、まあ350円ぐらい、ね、この割ったラインからね落ちてくる可能性があるということで、もし、ね、これ割ってきてしまった場合については、900円からだと、まあ、650円ぐらいまで落ちる、ね、リスクがあるということで。 まあね、そこら辺を注意していただければと思います,です、ねえー。あとは、まあ、そんなものですかね。はい。ということで、ダブルスコープのですね、中期戦略については以上になります。はい。続いてですね、短期戦略ということで、デートレイクから1週間の時間軸のですね、えー、分析に入っていきます。はい。デートレイクからですね、えーまあ、1週間の時間軸ということで、まあ5分した後を、ね、見ていくわけなんですが、まあ、一応ね、えー、この今の状況はこの状況になっておりまして、えー、まず気になるのが、あこのね、 えー、チャンネルラインブレイクしてきているということですよね。でチャンネルラインブレイクして、この目標値っていうのは、おそらくねあの、サポートとして意識されるラインになってくると思いますので、この50%のね、押し目ライン、1027円とこのね、かるラインなので、この辺は意識されるかなというイメージを持ってます,です、ね。で、イメージ的には、今ね、23.6%の押し目水準でうろうろしているということで、も、まあ、み合いなのかなというところです。横ばい相場になりつつあるのかなというところですよね。横ばい相場になってどっちに抜けてくるかが焦点になってくるかなというイメージを持ってます。 えとりあえずね、今のチャートで分かるところ、158チ,15チャートを使って分かることは、あのこのトレンドラインね、えー、超えてくればあの、とりあえずね、1220円ぐらい、15、16円ぐらいですかね、まで来るんじゃないかこのね、えーと、高値ラインまで来るかなというイメージを持っています。で、これで揉み合って抜けてくると、まあ、とりあえずですね、U 字型チャートパターンということで、えー、1300円ぐらいまで来る可能性あるかもしれないかというイメージを持っています。で、えーとまああの、まだね、1回も調整が来てないので、 今ところね、5.5対4.5ぐらいで調整入ってくるんかなというイメージを持っていますで。調整ができた場合につきましては、おそらくね、えー、なかなか38.2%で切り返すことっあんまないんですけど、まあ、さっきの分析で1070円というのはマークしてたんで、もしかしたらここで反応があるかもしれないですよね。反応があるとしたら、こうトレンドラインを超えてきて、こういう動きをしてくるのかなと。で、えーまあまあね、38.2%反応してくる可能れあると思うんですけど、これでもみ合って、ね、割ってきた場合、ね、1071円のライン割って、 ってしまった場合ですよねここは多分しばらくも題やと思うんですが、割ってしまった場合については、まあ、その場合はですね、えー、50%台、まあ1027円ぐらいまで行くのか、まああの、あるいはですね68%ぐらいまで行くのかというところなんですけども、まあ、多分ね、えー、イメージとしては、まあ、あの1000円付近まで落ちるかなと、1000円付近まで調整が入ってきて、まあ、982円から1000円付近まで、ね、1回調整が入って、切り返してくるかなと、その時に勢いがあればです、ねえー、トレンドラインを超えてくると思うんですが、超えられなかったら、まあ、そのままですね、 ちょっと書いていないんですけども、割ってくるんではないのかなというイメージを持っていますで。超えてきて、このトレンドラインを超えてきた場合につきましては、まあ、もしね、えー、多分おそらく、うこの高値付近ですよね、この高値ラインが意識されると思うので、高値付近でもみ合って、抜けてくれば、まあ、1300円ぐらいまでいくというね、えー、シナリオを持っています。まあ、1300円だと、です、ね、有利なチャートパターンなので、まあね、1000円からね、えー、1200円、1200前後ということで、200円ぐらい上がる力なので、まあ、ここからだと、まあ、1400円ぐらいまで、ね、来る可能性があるかなというイメージを持っております。 まあ、ただね、これは、あのー、デートレートから1週間の時間軸のイメージなので、まあ、書かずには置くんですけども、まあ、もしね、えー、イメージとしては、こういう動きをしてきて、このね、これも目でーーー抜けた場合については、あのー、1400円ぐらいは行きますよというね、予想をね、持っていただければと思います。ダブルスコープの分析については以上になります。はい、続いてですね、えー、リバマンの分野件なんですけども、適切な流れをつかみ、その枠組みの中で、 取引をを展開すすること強風に逆らって船を出すような謀は避けるべきだ、謀、ま、はあ、我々ですね、えー、個人投資家につきましては、まあ、ともすればですね、えー、まあなんとなくというね、えー、感じで、そろそろそこじゃないかとか、ですね、えー、そろそろ天井じゃないかというね、個人の全く当てにならない相場感で,ですね、えー、仕掛けたりするわけなんですが、やっぱりね、それはね、えー、強風に逆らって船を出すようなね、えー、状況なんですよね。 まあ、あとね、やりがちなのは、銘柄ぼれとかね、寝惚れとかね、えー、する方がいるんですけども、まあ、株価にね、安すぎる、高すぎるはないんでですね、えー、そこらへんね、えー、注意して、えー、楽しくね、株式投資をやっていただければと思います。はい、サブチャンネルのですね、えー、ライブのですね、ご紹介です。一応ですね、サブチャンネルの方では、まあ、ライブでチャート分析とですね、えー、ドル円、えー、日本株、先物などですね、えー、分析している、水ドルでしょうね、えー、やっております、まあ。よかったらね、この時間帯で、 あのライブやっておりますのでサブチャンネルの方もですね、えー、ご登録いただければと思いますあとはねストア課でも講義をやっておりますので興味ある方はですね、えーまあ、受講していただければと思いますはい本日のね、えー、キーワードですね 220523とですね、えー、まあおシャルライン、お友達登録を書き込んでいただくとですね、今回分析した動画のですね、えーまあ P まあ、パワーポイントの資料ですね、PDF になって届きますので、よかったらね、お知らせラインにお友達登録をしていただければと思います。本日も最後ままでごご視聴いいたた。だきありがとうございました